皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今日はまたまたマックにやってきました。はい、今日なんでまたやってきたかと言いますと、グランシリーズ、ですね、グランクラブハウスとか、グランテリヤキとか、グランベーコンチーズなど、まあ僕は一回も食ったことないんですけど、こちらが、発売して1周年だそうです。で、それでちょっと喋ってるのもあれなので、ここでもう携帯で見せますね。この3種類ですね。で、今この祝1周年ってことで、4月の4日水曜日から4月17日火曜まで、総勢20万名様に人気商品が当たるグランスピードくじっていうのをやってるそうです。一応それでですね、今日はやってきたんですけど、どうかな、当たるかな。とりあえず中に行ってみます。あ、持って帰ります。どうしようかな。じゃあクラブハウスのセットを、はい、これって夜マックと一緒？大丈夫です。あ、できるんですか？できます。座れますか？うん、じゃあそうです、これでお願いします。いいよ。あと、照り焼きの方、グランテリヤキの夜マック、はい、はーい。はい、じゃあ、今買ってきました。これはちょっと危ないので、飲み物はもう誰かさんがコーラ2つなんか言うから、コーラ3つですよ、3つ。はい、どうぞ。で、夜マックにしたので夜マックのシールが貼ってあります。そして今日言ってたのがこっちですね。総勢20万名様に人気商品が当たるグランスピードくじです。はい、で、これをじゃあ食べる前にめくっていきたいと思います。お、あ、簡単に取れそうですね。いいですか、いきますよ。3、2、1、クリア。外れだよ。俺こっち見て、え、何と思ったらこっちだよ、こっちこっちに書いてあった。残念でした。終わり。ちょっと待って、もう一個見ていいかな。よし、じゃあ友達がもう一個、グランテリヤキか、こっちの方買ってたので、こっちの方もめくらさせてもらいます。いきますよ、3、2、1、プリア。こっちからだよ、間違ったよ。3、2、1、はい。中途半端に取れんで、なんか中途半端に見えた。外れ。もういいです。まあ、そういうことで、じゃあ、まだしばらくはやってますので、皆さんもよかったら行ってみてはいかがでしょうか。じゃあ、そういうことで今日はこれまでです。では。